こんばんは。あ、こんばんは。ジェットチャンネルです。あ、キャンミカです。何しよった？なんか車の裏を見てました。車の裏ってすごい。そうよ、クラッチを今修理中です。あ、なるほど。はい、そんな今日は、はい、久しぶりに、カスタム車両の紹介をしたいと思います。イエーイ。はい、車を購入されて、はい、去年末か、はい、購入されて、同時にエアサス、うん、ブレーキ、ホイール、マフラーすごいです。コンプリートですね。そうよ、ほぼほぼ、ね、男や、かっこいい、男らしい、男らしい、うん、そんな車を紹介したいと思います。はい、はい、それでは行ってみよう。Any other large duty free bag is placed up in the overhead compartment. はい。今日ちょっと変だね。え？いろいろ。変ですか？いやいやいや。はい、じゃあ紹介しましょう。はい、お願いします。はい、工場にやってきました。はい、今日のカスタム車両は、はい、後ろにあるカマロです。じゃじゃーん。これあの車のね、あのボディーコーティングとかで、はい、あの出ました。そうですね、あの時にブレーキをちょうどつけ寄るところだったんだけどね。見覚えある方もいますね、はい、きっと。完成して納車間近なので紹介させてもらいましょう。はい、見ていこう。まずはホイールよ。ホイールよ、一生懸命コーティングを塗り込んだホイールです。ホイールです。やっぱり合いますね、このキャリパーと、ね、後ろの海はちょっとここ暗いわ。はい、後ろのホイールをいきましょう。おお、いいですね。いいね、かっこいいね。金と赤黒とね、ブルーという。でリムは、メッキです、うん、ピカピカですね。コーティングをかけとるんでピカピカです。コーティングしとけば少々汚れても水でかければ落ちちゃう。そうよ、便利ものです、はい、でこのブレーキはフロントは8ポットでリアが6ポットです、うん、かっこいいわ。もうねガチッと決まるよ。ねえ、ね、本当にピタッと止まるよ。あのね、ブレーキ変えて、ブレーキ純正でついてるものじゃん、ブレーキってね。それをわざわざ、あ、つまずきました。わざわざね、変える意味があるんかみたいなこと言う人も多いんだけど、もう別物よ。ね、そうみたいですね。高速道路とかで例えば100キロ出てます、はい、あのブレーキちょっと強めに踏んだらハンドルがガタガタしたり、ちょっとわーわーってなるじゃん、揺れるじゃん、な全くないんよ。もう100キロ出すとってブレーキ踏んでもピタッと止まる。安全性がじゃあいいんですね。そう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 、やっぱりね、お金出して買えるものは違うよね、純正とはね。やっぱりもともとね、アメ車はブレーキはちょっと効きにくいんよ。ああの車重がね、うん、あったりするんで、うんうんうん、そのアメ車にも最適のブレーキです。です。買いましょう、みんな買いましょう。熱い走りができます。安全なドライビングが大前提ですね。ああ、そうそう、それはね、走る、曲がる、止まるがね、車の三原則じゃん、うんうん、です。です。かっこいいよね。うん、本当にかっこいい。これもね、好きな色が選べるんでねえ、組み合わせ自由っていうのがまた魅力ですね。そうよ、うちのロゴが彫り込まれてます。かっちょええわ。かっこいいよね。で、またボディの色とそうそうそう、すごい合ってて。でもね、このオーナーはね、いろいろね、うん、あってね、ほんまはね、白いカマロにこれをつける予定だったんや。そうなんですよね。そうなんや。でも良かったよね、黒で。うん、本当に白につけるよりはいいかもよ。なんかこっちの方がしっくりくるような、ね、個人のあれ、カマロ愛が強いユーザーさんなんで、うん、喜んでもらえますね、きっと、ね、この前もこの方の白いカマロに乗っとったの。もうどうしてもそうそうそう、この方のカマロね、すごいわ。でこれは、中期になります。はい、中期でも、中期ってテールランプが違うんだけど、これ前期テールの珍しいよ、はい、前期テールで、はい、
内装後期です。へえ、ハイブリッドじゃん。そう、非常に珍しい組み合わせがあります。レア車ですね。じゃあレア車ですね。いいですね、はい、じゃあちょっとエアサスを動かそうか。あ、はい、ちょっと待ってよ、なんかしようって。はい、お待たせ。はい、お待たせしました。はい、じゃあエアサスを動かしましょう。はい、今、まあそうしようか、一番上上げようか。はい、ちょっと待ってね。じゃあ上げます。お願いします。ちょっとじゃあ上がるところを撮りましょう。はい、どう撮ったらいいかね。じゃあ行きますよ。はい、お願いします。おお、すごい。はい、リアも結構拳1個分ぐらいね。リアも上げましょう。はい、そこったらちょっと影になるかな。あれ、すみません。かっこいい、このシューっていう音がいいですね。だいぶ上がるね、リアはね。うん、こっちもこんなに拳1個分以上余裕で、うん、影になります。ごめんなさい。じゃあ下げます。はい、わあ、もうほとんど隠れちゃいましたね。じゃあ次フロントね。はい、すごい下がるね。すごいですね、この上げ下げ幅すごいね。でもね、これちょっと着地にはね、うん、ほど遠いんよね。そうですね、これね、この方のカマロって、はい、あの車高が本当に落ちん車なんよ。うん、リアはかなりのね加工線と落とせません。ボディ加工、いや、ボディ加工だったらすごい金額かかるじゃん。だけね、足回りを加工せといけない。それから前も言ったことあるけど、うちの白いカマロね、うん、ああいうのみたいにロアアームをうちで作成して落とします、うん、なるほどなるほど。この方のカマロでね、落とすのに悩んどる人相談ください。はい、ぜひぜひ、着地まで落とします。はい、こちらまでお寄せください、はい。結構でもこれでもまあ十分ではあるけどね、うん、かっこいいよ。かっこいいですよね、うん、はい、かっこいいです。いいよ。あとでまとめて、じゃあ車は撮りましょう。はい、そうしましょう。じゃあちょっと中を紹介しましょう。はい、はい、じゃあ行きます。はい、中です。入りましたよ。これあれだね、マスタングと内装比較するときにも撮ったね、うん、中。そうですね、あの時にもちょろちょろっと言ったけど、はい、この辺は前のオーナーさんが張り替えてます、うん、この白いところですね、横もね、うん、おしゃれポイントで、ハンドルが後期なんよ。まあそこがね、そうね、まあ、これが中期よね。うん、このここの縫い目があるじゃん、はい、これなんかも前期はないんよ、ここ。細かいところが違うの。そうそう、だけど内装は、後期です。はい。でも、外反は前期です。すごい、なんかいい。ね、っていう中期です。うんうんうん、珍しいよ、中期は。なんか珍しい方がちょっと嬉しくなっちゃう。そうね。うん。まあ、なんかカマロの内装はよく紹介するけ、あれだね。今更ちょっと鍵入れてキーオンにしてみてください。はい、エンジンかけるんじゃないよ、キー入れるだけですね。キーオンで、はい、もう一個、もう一個、このつきましたメーターと、はい、車外オーディオもついてます。うん、あ、テレビが始まっちゃう。うん、かっこいいよね、このメーターなんかもね。うん、かっこいい、好きですよ私ね。まあ、何よりもやっぱこれよね。うん、これはかっこいいよ。うん、これがないとやっぱりね、カマロじゃないねって思っちゃいますね。じゃあちょっとエンジンをかけてみる。はい、はい、じゃあちょっと準備するんで
待っててください。はい、はい、じゃあエンジンの音を聞きましょう。はい、じゃあちょっと待ってよ。じゃあエンジンをかけてください。はい、切りましょうか。はい、声が聞こえんので。楽しい、楽しいですね。どうだった？欲しい、全部欲しいよね。もう全部欲しい車、お金さえあれば。でもあれじゃろ、なんかすごい爆音でもなく、うん、ね、ちょうどいい。そうそう、上品のウォーンっていうね、素敵な音。今まで見てきた、うん、ね、爆音ではないんで、ちょっとね違いました ね, ね。これはこれで好きですね、うん、運転しやすいよね、こういう音だったらね。うん、うん、確かに確かに、そんなにご近所とか気にせず、はい、そうそうそう、これぐらいだったらね、うん、アイドリングだったら静かなけんね。こんなマフラーです。いいですね、うん、あとはそうね、こんなもんかねですかね、うん、これエアサスは、はい、イージーエアーって言って、はい、安い分なんよ。システムが入ってなくて、はい、だけメモリーとかはできんけど、とりあえずエアサスの用途は楽しめるっていう、うん、それ4輪独立ではなく二独なんで、フロントとリアで分かれてコントロールする。なのにあんなに上げ幅、上げ幅、上がり差が、うん、わからなくて、うん、そうそう、すごいですよね。ね、まあ何よりもやっぱホイールよ。ホイールよ、ホイールとブレーキよ。かっこいいわ、いいのを選びましたね。ね、サビにかっこいいよ。かっこいい、いいね。ちょっとこれを颯爽と走っとるのを早く見たいですね。そうだね、うん、まあ本人も納車を楽しみにしとるしね。ねえ、うん、早く喜ぶ顔が見たいと思います。ね、やっぱカマロかっこいいね。かっこいい、うん、改めてノーマルでもかっこいいもんね。うん、最近カマロよく入ってくると思わん？確かに、ね、今カマロ 1,2,3,4,5 台、うんうんうん、進行中です。本当よ、ね、思い出してみたら5台かいね。いや、もちょっと6台、うん、1台塗装に出とるね。そうですね、です、カマロのことなら Z シティにお任せください。お任せください。ぜひぜひ他の車もお任せください。はい、どんな車種でも扱います。あの車だけじゃないよ。はい、まあ、シートもね、これは張り替えて、さっきも言ったけどサイドと同じ色に、そうそう、白にねしてあります、うん、これだけしとけばもう十分かっこいいよね、うん、カスタムってね、小畑くんのみたいなゴリゴリにせんでも、そうそうそう、結局自己満足のね域なんで、うん、自分が納得できるもの、人が何と言おうとね、自分がかっこいいと思うものを自分が作るっていう醍醐味、うん、本当にそう思います、ね、そんなカマロでした。はい、はい、じゃあ今日は終わりましょう。はい、チャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。
サポーテッドバイジェットシティ。